はい、本舗中です。お疲れ様です。今日はですね、こちら、静岡焼津にある静岡トランスポートに来てます。でね、女性の方がね、揃っていただいてるんですが、静岡トランスポートの女性の、内勤の方です。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとう。動画出てます、ね。はい、すいません。じゃあ、紹介お願いします。はい、はい、ジムの田中です。はい、ジムの田中さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、静岡トランスポートの橋貝です。お願いします。はい、よろしくお願いします。部長、以上です。静岡トランスポート総務の福代です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、静岡トランスポートの母こと長谷川です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。長谷川さん、あれですよね、福建、はい、奥の方なんで、結構あれですか、長いことここに来てるんですか。今年の 10年表彰この前いただきました。あ、10年ですか。長いですね。はい、そうですか。いや、もうお疲れ様です。おめでとうございます。ます10年表彰もらえるんですか。はい、そうですか。お金もいっぱいいただきました。いや、めっちゃいいですね。お金もいっぱいじゃないか。はい、ということでね、もう、事務員さん、粒揃いでね、今日はいろいろとね、静岡トランスポート紹介したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、静岡トランスポートでは、ドライバーさん募集されてるんですか。はい、静岡トランスポートでは長距離ドライバーさん募集してます。はい、静岡トランスポートでは焼津支店、富士支店、浜松支店の3拠点を募集しております。よろしくお願いします。静岡トランスポートでのご応募は、ホームページ、お電話の方でお待ちしております。よろしくお願いします。静岡トランスポート長谷川、先日永年金属表彰10年いただきました。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。そしたら、すいません、静岡トランスポートの、ルームツアーお願いできますか。はい、宮田もルームツアーしました。してない。してない。してない。じゃあ、はい、ルームツアーよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。静岡トランスポートってこれトラックみたいな建物じゃないですか。これやっぱどう思います。珍しい。珍しい。来た時に運転できるかなと思いました。ちょっと運転できるかなって思いましたね。行きましょう、ね。はい、かなりボケてくれました。はい、下駄箱に入れてください。これめっちゃかっこいいですね。これあれか、もう昔からあるんですか。昔からです。歴史があります。下駄箱の普段に歴史ありますね。はい、はい、階段登りますね。はい、じゃあ、こちらが事務所ですか。はい、はい、事務所です、ね、事務所の広い、まあ、大丈夫です、映ってますから大丈夫です。はい、はい、映ってます。はい、はい、はい、ここは何の部屋ですか。はい、ここは校舎の、はい、校舎になりますね。はい、そちらが社長のレベルになりまして、はい、公約の、はい、そしてあの部長の席、私たちはこちらの島で仕事しております。島、はい、はい、社長のテーブルですか。はい、そこは社長のテーブルです。ないですね。はい、社長室です、はい、社長の机ですね。はい、はい、この辺はちょっとした、そうですね、ちょっとこう新聞読んだりとか、あ、そんなことで、小休止のゾーンですね。はい、はい、じゃあ次お願いします。はい、階段気付けてください。はい、大丈夫ですよ。階段気付けてください。今で分かってます。はい、あ、こちらお手洗いですか。はい、はい、こちらお手洗いになります、ね、女性用と男性用とちょっと開けていいですか。はい、はい、こんな感じです。ちょっとあれですね、昭和チックなトイレですね。でもウォシュレットついて、うん、ね、はい、こんな感じでやってます。はい、こちらトイレでした。はい、はい、 OK です。お願いします。こちらがシャワー室です。はい、はい、シャワー室です。じゃあ入っていきたいと思います。こんな感じになってます。見てください、入った瞬間にタニタの体重計です体調管理がね、できる視点ですね。はい、じゃあ入っていきます。あ、もう洗面台あって、あ、シャワールームは一つなんですね。はい、こんな感じでシャワールームがありますね。はい、オッケーです。はい、こちらが仮眠室です。
こちら上下です。じゃあ開けてみたいと思います。はい。この紙質いつ改装かなんかされたんですか？3年ぐらい前ですかね。あ、3年前ですか。はい、めちゃくちゃ綺麗ですね。はい。綺麗な紙質ですね。これはあれですね。ブレてないですね。富士のフォーマットにのっとった紙質ですね。でもあれですね。これはマットはニトリですか？あ、そうなんです。あ、ニトリなんですかこれ？はい。はい、ニトリのマットが使われてます。これ柔らかいマットですね。そうですか。めっちゃ沈みますね、これ。よく眠れるように。よく眠る、はい、めっちゃ沈むマットです。はい、こちらね、マットあって、ほんで、エアコンも完備されてます。はい、こちらが仮眠室でした。はい。ね。はい。僕もね、富士の仮眠室でね、3回ぐらい寝たことあるんですけどね、ぐっすり寝れます。うん、ね。ということで、こちら仮眠室でした。あとね、そして次会議室案内してもらうんですが、この建物のね、運転席に案内したいと思います。はい、こちらです。はい。こちらがね、この建物のね、運転席らへんですね。そうです。この書庫がほんま運転席かもしれないですね。そうですね。こっちって開けていいですか？どんな感じかちょっと見てみましょう。はい、運転席ね、結構こういうドライバーいますよね、物いっぱいのドライバー。そうです、ちゃんと綺麗に整えて運転席。はい、ここ富士トランスポートの、あ、じゃあ静岡トランスポート運転席入りました。ちょっと運転席入ったら YouTube 外しちゃいますね。ここがちょうど運転席ですね。ここ、うわ、見晴らしいわ、これなんかもう、うわーっていう感じですね。はい、ここが、静岡トランスポートの、建物の運転席になります。ちょっとハンドルないんですけど、まあ、扇風機ハンドル代わりになります。はい、こんな感じでね、めちゃくちゃ暑いですここ。はい、ここはショッ、はい、静岡トランスポートの運転席、YouTuber 初ですね。はい、そうです。初潜入してみました。ありがとうございます。こちら会議室です。こちら会議室です。じゃあ開けてみたいと思います。はい、あ、めっちゃ広いですね、会議室。こんな感じ。あ、見てください、これ。いつも、静岡トランスポートカラーになってます。ね。緑色のカラーで。あ、こっち見てください、このポスター。めっちゃかっこいいですね、これ。このトラックってまだあるんですか？ありますよね、これね。あ、1234、あります。はい、1234。あ、はい、またシャバも変わらずで。はい。はい、1234ね。かっこいいですよ。あ、これ、あれですよね。エアロ珍しいですよね。この富士グループのトラックではね、多分あ、いいですね。この先富士山どこ見えるんですか？ここずっとまっすぐ行ってる。あの建物ちょっとそう、ちょっとね、前はなかったもんですから、本当に綺麗に見えたんですけど。そうなんですか。あれなんですけど、でも空気が澄んだ時期になると綺麗に見えますよ、はい、富士山が。そうなんですか、はい、うわー、見たかったの、残念ですってことでね。ここから富士山が見えるそうです。めっちゃいいですね。はい、でも、あ、なんか僕さっき聞いたんですけど、もう昔はここ周り何もなかったって聞きましたけど、どうなんでしょう。10年前とは変わってない。その前はもっとなかったですね。はい。ここに新しい道が、綺麗な道が出来上がりましたね。あ、ここですよね。はい、あ、道ができるんですね。はい、開通しました。あ、もうできたんですか。はい。はい、もう新しい道ができました。はい、静岡トランスポートのね、ルームツアー。ナイキの方とね、ルームツアー、ちょっとね、案内してもらいました。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでね、皆さん、はい、解散です。ありがとうございました。ありがとうございます。ほぼ中です。皆さんお疲れ様です。今日はですね、静岡県の焼津にある静岡トランスポート本社に来てまーす。でですね、今回、こちら焼津の本社ですね、いいですね。すごい長寿の、ね、長年勤めてきた、方がね、健康でまだ仕事されているということで、ちょっとね、インタビューさせてもらおうと思って来ました。今日よろしくお願いします。はい、ということでですね、じゃあ支店長から、自己紹介をお願いします。はい、焼津支店の、支店課長をさせていただいている竹下です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。天候をやっている山本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。同じく健康やってます大浦寺と申します。よろしく。よろしくお願いします。大浦寺さん、はい、大浦寺さんです。はい、よろしくお願いします。ということでですね、もうね、天候、ごめんなさい、入社30年以上と聞いたんですが、そうですね、僕は39年かな、39年ですか、はい、いやすごいですね。ね、もちろんドライバーから入ってですか、はいはい、あ、そうですか、山本さんもドライバーから入られて、そうです、そうですか、はい、39年前のトラックってどんな感じだったんですか。いやどんな感じでもやっぱり古い、本当に古い。39、道とかど、こうって舗装されとったんですか。いや、もう道の方はね、ある程度舗装されて、されとったんですか。ただ、作業道とかそういうのはできてなかったですよ。あ、作業道、透明とかって、透明も、まあ、まあ、ついてましたよね、もう。あ、そう、もうできとったんですか。はい、あ、そうですか。へぇ、ほんで、あれですか、もう静岡から遠くに。まあ、全国。あ、全国行っとったんですか。はい、そうですか。あ、なるほど。でも昔って給油とかってするとことかって結構ガソリンスタンドあったんですか。うん、まあその当時はいろいろうちの方で契約してるの、ガソリンスタンドがあったものですから。そうなんですか。工業さんとかですね、そういったところで入れてました。でも39年前ってなんかボンネットトラックとかだっけ。いや、僕、全然分かるんですよ。それ言い過ぎですか。ボンネットは取れてた。もうボンネットなかったですか。ボンネット、そうなんですか。なんか、なんか あったような、あるような気しとったんですけど、そんなに古くはないですね、39年前。39年前って、あれですか、メーカーってどんなメーカーとか買ったんですか。一応、普通に今のメーカーもあったんですか。そうですか。その時のなんか写真とかなんかないんですか。そんなの特に撮ったことない。そうなんですか。まあ、静岡トランスポート、まあ、歴史も長いと思うんですが、この建物、なんでこんな建物できちゃったんですか。いや、最初は本当に、はい、今あの整備工場ありますよね、あちらの方に、はい、あの前社長さんが来られて、はい、そこにあの事務所の下で、はい、あの自宅の下で事務所があって、あ、そこで全部会社とか、ね、だからまあいろいろ仕事はいろいろあったんですけど、それに応じてっていう感じで、ほんでこの建物を作るときにこのトラックの形にしようって言うたのは社長なんですか。そうなんです。めっちゃ本当ですね。物好きだったからね。物好きそうですか。もう完全にトラックですよね。そうです。かなりこだわってますよね。そうですね、やっぱりその頃はなかったもんで、だからいろんなあのテレビ指導とか、あ、そういったところから取材、取材来て、あ、ほんまですね、もうなんかプーって走っとったらなんか、あ、トラックやってなりますもんね。ね、でもほんなら昔ってこの辺でも建物どんなんやったんですか。いや、またほんとになかったですよ。あ、もう何もなかった。田んぼの中にポッとあるんですよ。そうですか。向こうはもう静岡の富士山が見えるって聞いたんですけど、見えます。そんな近いんですね。もう本当にパノラマいいですね。あ、そうなんですか。もうこっちはあれですか、もう浜名湖ぐらい見えるから。いや、そうか。それですか。そうですか。こっちからはね、2階から動くね、うん、フィッシュが見える。あ、見えますよね。ね、すごい綺麗ですよね。そうですね。そうですね。もうでもあれですね、こう、すごいあの、もう、こうね、70いくつじゃないですか。長生きする秘訣あるんですか。いや、秘訣っていうのはもう、自己管理しかないですよね。自己管理、やっぱりドライバーはやっぱ自己管理大事ですもんね。ね、やっぱりね、もう稼ごうと思ったら自己管理が大事ですもんね。自己管理の積み重ねでね、壊したら終わりだね。だからですよね。でもなんか肌とかめっちゃもちもちしてますよね、山本さんとかね。冷や汗出てるね。そうですか。でもいつも夜間抵抗で、4時頃から出勤で、そうですね、何時までしょうか。チャンパターンあるんですけど、シフトも、はい、朝8時から16時までっていうのと、はい、16時から0時まで、はい、0時から8時まで、はい、それを3人で、24時間を3人で回してる、はい、あ、そうですか、はい、ちょっとあれですね、時間がちょっと変わったりとかしたらちょっとあれですね、うん、体調がね、ずれたりしますよ ね、 確かにね。そうですか。でもね、あの夜中走ってるドライバーさんね、のためにね、天候の方も大事ですもんね。これからもね、頑張ってください、はい、ね、
この席にはおられないですけど、もう一人、あ、いらっしゃるんですよね。今ちょっと、はい、使用で出ております。あ、そうですか。え、お名前なんていうんですか。清水。清水さん。はい、あ、静岡らしい名前ですよね。そうですか。清水さんはおいくつなんですか。75。僕も2つしたので、ね、すごいですね。すごいですね。でもあれですね、やっぱりあの運送業界ってこう長年いてて、こう年重ねたら内勤に入ってとかね、あと店舗でね仕事が続けれるっていうのも魅力の一つかもしれないですよね。やっぱりドライバーだとある程度限度がありますよね。あります、うん、ありますよね。やっぱりこういう事務所だと、はい、やっぱりそれだけ長く、そうですよね。テイコってどんなことされてるんですか。主にはアルコールチェックとね、はい、アルコールチェック、はい、出発前、はい、体調とか、あ、そんな感じなんですね。でもあの夜中は何時間ごとになんか走り出して何時間ごとにの天候でよとか、そんなはないんですか。まあ一応出発するときにここで対面天候でやる、はい、あ、ええ、それで途中であの中間天候ってあ、中間天候があるんですね、はい、ええ、でまた向こうについてこの急速に入りますよね、はい、急速の時もまた天候があります、あ、そう、その時もやっぱりその度にアルコールチェック、はい、うん、あ、そうなんですね、はい、中間天候ってドライバーからかけてくるんでしょ。そうです。かかってけえ方はどうするんですか。あ、いつ電話かかってけえへんのってなった時どうするんですか。いや、もうほとんどかかってくる。あ、ちゃんとかかってくるんですか。あ、そうですか。そういう決まりがあるんです。あ、そうですか、はい、なるほどなるほど。ドライバーさんもしっかりされてるんですね。そうです ね、 ね、あのもうちゃんとした教育を受けられてるんですから。そうですか、大丈夫です、ね、店長、何かあれば。いや、もう、まあ、そうですね、ね、まあ、内容それぞれ、まあ、ドライバー職と内勤といろいろありますけど、まあ、お互いの信頼関係もやっぱありますんで、そういうのを持った上で、みんな、気持ちよく仕事はしていけてるとは思いますので、これからもそれを続けていけるようにしていきたいと思います。はい、ね、これからもよろしくお願いします。じゃあ今日はですね、静岡トランスポート、八重洲の本社からお届けしました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございます。バイバイ。はい、ありがとうございます。おいしくやってあげます。